はい、続いてこちらの英文です。えー、まず最初、Ken married Aki in 1998、まあ。Ken が主語であろうと。で、m a r i というのはですね、結婚するという、えー、動詞なんですけども、あの後ろに、えー、目的語とる他動詞なんですね。なので、これ3番。S、Marie、O で、S が O と結婚すると。で、えー、ここで文型はできましたので、後ろは in 1998。 えここが全知識プラス名詞で1998年に何なんですか結婚しましたよと複縮になっているとえ次が「She worked at a bookstore across his office」と e が主語でえーワークがえーまあワーク普通はですね第一文系とおりますね彼女は働いておりましたよとえで後ろを見ると全知識プラス名詞がえ2つある2セットあることが分かりますねまずは「at a bookstore」でえ本屋さんで何なんですか 働いていてましたよ、えー、そしてアクロスというのもですね、えー、前置詞です。で、後ろに名詞の、えー、オフィスという名詞がありますので、ここでま,あ、またワンセットと、えー。で、ここがまあまあちょっと難しいところかなと。あちなみにヒズっていうのは代名詞の所有格ですけ,どけれども、ヒ・ヒズ・ヒムのヒズですね。代名詞の所有格っていうのは後ろに名詞取りますから、まった形容詞なんですね。はい。で、えー、アクロスオフィス・ヒズ・オフィスに戻りまして、えっ、ー、と、 彼,の彼というのはつまりケンさんのことですがケンさんの職場の向かい側アクロスというのは何かの遠い面ということですから向かい側でか向かい側の家でかであの福祉か栄養士かが変わるのが分かりますかね、えー、職場の向かいで働いていたといったらなんか変ですよねつまりワークを就職したら変になると、えー、ブックストアとどっちやねんということになりますよね本屋で働いてたのか職場の向かいで働いてたのかどっちなんと。 働く場所が2カ所あるような感じがして妙だと。えであれば、形容詞として考えれば、職場の向かいの何なんですか、形容詞であれば名詞を就職できますので、えー、職場の向かいの本屋さんで働いていたという、えー、こういう形になる。アクロスヒズオフィスは形容詞区だったということですね。最後の文、税意守護。で、メットはミートの過去形で、 えーまあ、ミートは普通は3番を取るんですが S ミート O でですね S が O に合うだけども明らかに目的語がないとっていうことは3じゃないんだなと、えー、1だと S ミートで S たちが出会うという、まあ、そういう意味になるんですねなのでゼイメットで彼らは出会いましたよとあここで文系はおしまい残り何なんですか初めて 出会いましたよ。福祉ですね。で、n ンナインティインナインティシックスは、えー、もちろん九十六年に出会いましたよ。まあ、どちらもネットを就職していると。いうことです。